皆さんこんばんは、今日も昨日に引き続いて横浜スタジアムで行われました横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースのクライマックスシリーズファーストステージ、今日は第2戦ですね。昨日のゲームはですね、タイガースが2対0で初戦を制したということで、初戦を勝つとですね、ファイナルステージに行ける可能性がですね 84% あるというようなことが言われております。16% しか行けないチームがなかったということなんですが、今日のゲームもですね、昨日に引き続きまたロースコアの投手戦ということになりました。それでもですね、昨日は、両チームを合わせるとですね、ヒットが15本出てましたね。タイガースが9本、そして横浜が6本だったんですが、今日はですね、タイガースのヒットは2本、そして横浜のヒットも5本というね、昨日よりもまだ、投手戦というようなゲームになりました。そのゲームを振り返っていきましょう。はい、このようなゲームになりました。今日の先発はですね、横浜は大貫、そしてタイガースは伊藤、そのままこう勝ちと負けという形になってしまいましたけれども、今日はですね、昨日と違うのは、昨日は、両チーム合わせてこの天丸三者凡退の回がですね、3イニングしかなかったんですが、今日はこれもう三者凡退の回がほとんどと言ってもいいぐらい、1回は2アウト後に近本がヒットを打ったんですが、セカンドを狙って、アウトということで、これ3人で終わりました。その後6回まで、全くランナーが出ないというね、イニングが続きました。今日の大貫素晴らしかったですね。今日結局大貫はですね、6回と3分の1、7回の途中まで投げました。本当に素晴らしいピッチングをしてですね、6回まではこれ残塁ゼロですからね、本当に言うことないっていうピッチングでした。そして、三振の数もですね10個、もうタイガースの打撃陣がですね、手も足も出ない、そういうようなピッチングをしましたね。そして、横浜の方、これもですね、タイガースの伊藤将司、いいピッチングをしてたんですよね。4回までは1安打打たれただけ、そして5回、ここでですね、連打を食らいましたね。まず宮崎にレフト前のヒット、そして、外、これ外が今絶好調ですね。外がライト線二塁打、佐藤輝がですね、必死に追いかけましたけれども、追いつかず二塁打ということになって、ノーアウト二三塁、そして、大和でしたね。これもう大和本当にこういうチャンスに強い、フルカウントからですね、インサイドよりうまく振りましたね。センター方向へのタイムリーヒット、これまたノーアウトでしたから、僕から言わすとですね、このセカンドランナーを無理やりホームへ、向かわせることはなかったな、外の足だったらちょっとこれ三塁に残しておいた方が良かったんじゃないのかな、ノーアウト一三塁というね形を作れたんですけれども、ここで、外をですね、サードコーチは回しましたね。そして、近本前に守っておりましたので、これはですね、もうタイミングは完全にアウトのタイミングでホームタッチアウト、一応リクエストは出ましたけれども、判定通りのアウトということで、3連打を食らったんですけれども、なんとかこれ1点でしのげた。ここはですね、外を3塁に置いておいて、ノーアウト1、3塁という形ができてればですね、これ8番、9番何か作戦を使ってですね、もう1点取れるっていうことが可能性としては大きかったと思うんですが、タイガースからすると助かったという走塁でしたね。こういう後、こういうゲームが動いた後っていうのはですね、相手チームにもこうチャンスが来ることがよくあるんですが、その6回の表、これ下位打線ということでしたけども、ここ一つ、タイガースは勝負かけてもよかったかもしれませんね。ここそのまま高寺、梅野、そして、ピッチャーの伊藤には、代打の北条を持ってきましたけれども、三者三振ということで、もうビタッと抑えられましたね。そして、6回からはですね、西純也2番手で来ました。この回三者凡退に抑えました。また流れが止まったというような感じになりましたね。そして、唯一タイガースが今日チャンスと言ってよかったのはこの7回の表、これしかありません。ここはですね、まず先頭の中野、フルカウントからですね、ショートへの内野安打、足行かせましたね。そして驚いたのはですね、2番糸原の初球、ここでですね、バントの構えをしている、送りバントだろうなっていう思うところをですね、初球でスティールです。
このスティールはね素晴らしかったですね。この作戦もすごかった。こういうことができるチームになったんだなっていうのをですね感じさせてくれる、素晴らしい盗塁でしたね。やっぱり1点劣勢必ずセーフにならないといけない、そういう場面での盗塁をですねきっちりと中野が成功させた。そしてその後糸原がバントで三塁に送った。ワンアウト三塁。そして、まあ、今タイガースの中で一番、このこういうチャンスに期待が持てるバッター近本というところでしたね。当然大抜きで続投だと思ったんですが、ここも僕は三浦監督の、まあ、ピッチャー判断、これがすごいなと思いましたね。大抜きもすごかったんですが、この場面は、フレッシュな、伊勢、彼の勢いのあるまっすぐで勝負だっていうね、そういう考えだったんだと思いますね。そしてここでもう思い切って伊勢に変えました。そして、初球近本が高めのまっすぐ振りに行ったんですが、これが、サードのファールフライ、ツーアウトになって4番の大山、いい当たりではあったんですが、センターフライということで唯一のチャンスで、点が取れなかった、まあ、この場面でのですね大抜きから伊勢のピッチャー交代、ここもですね三浦監督すごいなというのを感じさせましたね。この1点差のゲームはですねやはり、味方の選手の調子の良し悪し、そういうのものをですねしっかり見極めながら適材適所で使う、こういうものがですね非常に大きいんですが、素晴らしい采配だったと思います。そして、その後西純也は7回、ここまたピンチを作ったんですよね。先頭打者にヒットを打たれてバントで送られて、ここでもう外は申告敬遠ですね、1、2塁。その場面で、5回に、タイムリーを打ってる大和というところだったんですが、この大和をですね変化球でサードゴロをゲッツーということで、抑えました。伊勢はですねこれ8回まで投げましたね、そして9回山崎康明ということになりました。山崎も三者凡退ということで、結局タイガースは初回の近本のセンター前のヒット、そして7回の中野のショート内野安打、この2本しか打てなかった、フォアボールも1つもなかったっていうね、まあ、あのタイガースのファンからするとですね非常に盛り上がりに欠けるゲームで、まあ辛かったんじゃないかな。後半はね雨もかなり降っておりました。まあ、唯一の救いはですね点差が1点しかない、なんとかこれね追いつき追い越せっていうことを期待して応援されたと思いますが、結局9回までそういうチャンスがなかったということになりましたね。結局勝ちは大抜きですね。そして負け伊藤です。伊藤もいいピッチングしたんですが負け投手、やはりね打線がなんとかしないとこれは苦しいですね。まあ、いいピッチャーに当たった時のタイガース打線が非常にまあ脆い、まあ、打てない、これはですねやっぱり根本的なところを変えていかないと急には良くならないと思いますね。このあたりはですね、まあ、今シーズンの秋季練習から来シーズンのキャンプに向けてね、何か変えていかないといけないんじゃないのかなという気がします。今日は14奪三振くらいましたね。三振14、はい、山崎康明も非常に良かったですということで、昨日タイガース、そして今日は横浜と一勝一敗。さあいよいよ明日と、まあ、天気がどうかなと思ったんですが、なんとかやれそうですね。明日の先発はですね、横浜は浜口、そして、タイガースは才木ということになっております。まあ、才木投手の場合は、まあ、替え時ですね。そんなに多分長いイニングを投げさそうっていう気持ちではなくて、明日はリリーフ陣のいい人たちをどんどんつぎ込んでいこうということになっていくと思います。まあ、投手陣はですね、結局2試合で1点しか取られてないタイガース。横浜の方も2試合で2点しか取られてない、ね、両チームともにですね問題は打撃陣ということになると思うんですね。まあ、僕今タイガースの打線で、当たってるのはですね中野、近本、そして大山はそれなりに、触れてると思います。あとはスターメンではいないんですね。そして一番こう気になる打席、2打席しか立ってませんけども内容の非常に濃いそのバッターがマルテなんですね。これは、まあ、
この原口のこの2試合の内容を見るとですね、ファーストマルテっていうものも明日考えてもいいんじゃないのかなという気がしますね。マルテのこの集中力、これが今すごいんで、マルテをこのスターティングメンバーに並べるっていうのもですね、一つの作戦ではないのかなという気がしております。まあ、どちらにしてもですね、ちょっと点を取られれば優秀なリリーフ陣を両チームともにつぎ込んでくると思いますので、3点以内のゲームになると思いますね明日も。ということは、まあ、そう数の多くないチャンスをどちらがものにするか、それで勝ち負けが決まるんじゃないかなということになってますね。はい、ということで、今日のゲームは、横浜 DeNA ベイスターズが阪神タイガースに1-0、大和のタイムリーの1点をですね、大貫、伊勢、山崎、この3人で守り切ったゲームということになりました。以上です。